先ほどの騒がしい様子と打って変わり、先輩を自称する何者かは校舎を出てから一言も話すことなく、ただ前を歩いていた。黙ってついてこいということなのだろうか、それともまだ具合が悪いのだろうか、というか俺もなんでついてきてしまったのだろうか。ん？髪で隠れて見えづらいが、時折髪の隙間から見える先輩の耳が真っ赤になっている。先輩？なんでそんなに耳赤くなってるんですか？ちょっとした疑問でしかなかったが、謎の恥ずかしさが膨れ上がったのか、今度は顔まで真っ赤に染まり始めた。ん？先輩？ちょっとこっち向いてくれませんか？だんだん顔も赤くなってる気がして。違いますよ。さっきはしゃいでたのを思い出して恥ずかしくなったわけじゃないっすよ。この人はポンコツらしい。こちらに振り向くこともせず、聞いてもいない原因を一人で勝手にまくし立てている。ああ、子供がダダこねるみたいに騒いでましたもんね。はあ殴られた。久しぶりに出たぞ。お、そして猫ちゃん、これ触ったら、おお、猫。なんか見逃してるのありそうだな今のところ。うん、後期と見てすかさず追撃する。この HP ゲージ先輩のか、さっきのは。正直俺ドン引きしてました。本当に高校生か疑いましたよ。ツーコンボタドン。うわ、あ、オーバーキル。あ、ちょっと行き過ぎマイナスまで行った。謎の擬音を残し、ポンコツ先輩はその場でしゃがみ込んでしまった。しゃがみ込むだけでよかったよ。いきなり絶命するかと思った。たった2コンボで沈んでしまった。うわっ、もはや音ですらない何かを発しながら、先輩らしい何かはものすごい勢いで先へ走っていってしまった。今日こんなことばっかりだな。もう帰ってもいいだろうか。お、池袋この背景素材は、うん、いろんなゲームで見たことある、ミルキーウェイがあって、ミルキーウェイのね、反対のお蕎麦屋さん、あそこなかなか良かったよ。で、この辺なんだっけ、てかサンシャイン通りね、今ね、いろんなお店なくなってんだよね。うん、シェイキーズはまだある。うん、ABC マートがあって、で、ここあれだよね、ネギシがあるとこだよね確か。で、ここがセガじゃなくて、アドワーズだっけな、ゲーセン。もうちょい行ったとこにセガがあって、その脇にセガのたい焼き屋があって、で、デニーズはもうなくなってるんだっけ、あのビルごと。下にあったあのスーツ屋さんみたいなやつごとなくなって、うん、ってな感じですね。ケンタッキーもなくなったし、今日はもういろいろとキャパオーバーなので、本当はそのまま帰りたかったが、先輩らしいポンコツをからかった責任は一応俺にある。仕方なしに先輩が進んだであろう方向を探してから帰ることにした。とはいえ、目的を教えられぬまま連れ出された俺にとって、先輩の行き先に心当たりはまるでない。さてどうしようか。お、京都に行く、いいっすね。そうだ、京都へ行こうマイフェイバリットシングス流さないと。突然思いついた俺は京都へと旅立った。俺は京都が大好きだ。どれくらい好きかというと、おそらくほとんどの方はそうだ京都へ行こうだと思っているだろうが、さっきもつぶやいた通り、ああ、なるほど、あれですね、かゆい馬をかゆ馬だと思ってたり、サラマンダーより早いだっけと思ってる人が多い中、本当はサラマンダーよりずっと早いとかだよね。そういうなんか流行り言葉でそっちをね覚えちゃってるけども、本当の正しくはそうだ京都行こう。なるほどねいやー、これは勘違いしてた。京都へ行こうだと思ってたわ。ありがとうございます、教えてくれて。これを知っているくらいには好きだ金閣寺着いた。京都に到着するやいなや金閣寺に直行した。俺ね、二条城とか好きだな。うん、あとはどこだっけ、龍安寺だっけ、あの石庭のあるあそこも好きだし、金閣寺よりはね銀閣寺好き。あの裏の竹のところとか。うん、
基本ね、金閣寺とか清水寺とか嫌いじゃないけど、人が多すぎるから、うん。だね。うん。金色だな。次に行く名所を探すべく、観光マップを開く。京都の観光名所のほとんどが寺のようだ。へえ、そうなんだ。そして一通り観光名所を回った。エンディング迎えちゃいました。そしてまたこのこのゲームまたあるんですか。これ900点以上は取れないのかな。こっからもうね、他なんか触れるとこあんのかな。でこっからと京都ルート良かったですね。ひたすら東を、西に向かって天竺を目指すってのもありだぞ。俺は直感に従い東を目指すことにした。北へでもいいぞ。時刻はすでに夕方に差し掛かっているので、太陽の反対方向へ歩き出す。十数分後、見たことないサンシャイン60通りに出てきたな。歩けど歩けど先輩は見つからず、道はまだまだ東へ続いていた。辺りはすでに人の気配も少なくなり、これ以上東にはポンコツ先輩いないだろう。それにこれ以上東に向かうと引き返せない。なぜかそんな不思議な確信がある。お、向かおうぜ。さて、ひたすら東を目指す。うっ、何か強烈な間違いをした感覚が走る。家の鍵をかけ忘れた時の焦りを何十倍も悪くしたような嫌な感覚は過ぎ去り、今では東に行く決断は自然なことに思える。いや、行かねばならないという気さえしてくる。先輩は見つからないだろうが、そんなことはもはや些細なことに感じられた。行かなきゃ。俺は歩き出した。ひたすら東を目指す。今はそうしよう。しばらく歩くと人通りはさらに減っていった。あれ、はい、港です。後輩くん、どこ行ったんすか。え、これ正解ルートだったのかな。どちら様ですか。さっきまで一緒に喋ってたじゃないですか。ああ、ってなんで番号知ってるんすか。なんか高いことはいい子なしっす。一方的な情報漏洩だと思うのだが。そんなことより、どこにいるんすか。俺のプライバシーがそんなことで片付けられてしまうのは後で修正することにして話を進める。どこでしょう。迷子っすか。いや、道は分かってます。まっすぐ東に来ただけなので。なんでまっすぐ東に行っちゃったんすか。電話口では本気で理解できないという声が聞こえる。確かにな。今回に関してはね、港くんの気候だからな。なんでって、さっき決めたからですけど。理由になってな、って、あ、もしかして。突然何かに気づいたように声を張り上げる先輩。鼓膜が破れるかと思った。もういいですか。俺も暇じゃないんです。後輩くん、それ、多分洗濯ミス。ポンコツ先輩の会話を途中で遮る形で電話を切る。先輩には悪いが、今は東に行かなければ。手早く番号を着信拒否に設定すると、東の駅に向かって歩みを進めた。東池袋かな。あ、違うな。東池袋も行ったことあるけど、こんな駅じゃなかったな。ここは何駅がモチーフなんだろうね、この素材は。東隣の町から電車に乗り、さらに東を目指す。少し栄えたところに降りたら服を調達して、深夜バスに乗ろう。また旅行行くの。さすがに制服だと夜遅くは行動できないだろうからな。どんな衝動なの君。なんでまっすぐ東に行っちゃったんすか。すか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 。なんでか。あれ、なんでだっけ。先輩が走って行って追いかけて、目的の駅に着いたようだ。東に行かなければ。
駅から出るといつもとは違う街並みが広がる。とりあえず服を調達してからバス停に向かうか。バス停はこの辺りのはずだ。周辺を見回すと目的のバス停を見つけることができた。近づいて時刻表を見るとバスはあと15分もしないうちに来るようだ。またポンコツ先輩か。そう思って携帯の画面を見るとディスプレイには笹塚めぐりの文字が表示されていた。お久しぶりめぐり。しもしも。何やってんの。開口一番機嫌の悪そうな声が聞こえた。何ってひたすら東に向かってる。はあ、あんたって本当にダメね。声の調子からでも呆れていることがわかる。呆れられている理由はわからないが。ダメってなんだよ。それで要件はなんだ。要件は済んだわ。嫌にはっきりとした口調だ。あ？俺が何してるか知りたかったってことか。どうした？突然黙ってしまった。なんだって言うんだ。電話口からは何もさせない。悲しみ？怒り？良い感情ではなさそうだが。もういいわ。またね。またね。またねにこのちょんちょんちょんがついてるのはなんだ？おう。なんだったんだ？まあいい。ちょうどバスが到着したところだ。本日は、東、なんて読むのこれ、東か町行き高速バスにご乗車いただき。バス内に定型文が流れる。そんな情報量のない音を聞き流していると、抗いがたい眠気が襲ってきた。今日はずっと移動しっぱなしなので、疲れた。一日でこんなに移動したのは、初めてだろうな。京都にも行っちゃったしな。別世界線では。あれ、そういえばなんで頑張って。エンディングか。間違った。どこ来たのこれ。吹きつける海風、潮の匂い。ここで終わりか。あれから俺はひたすらに東に向かい続けた。理由はもはや思い出せない。東に向かうと決めたことを思い出せる。ただそれを決めた理由についてはわからない。それでもやりきってみると達成感はあるものだ。海辺の空気を肺いっぱいに吸い込むように深呼吸すると、俺はしばし立ち尽くした。おーい、そこで何してるんだ。振り向くと船乗り風の男が立っていた。不審があるというよりは純粋な疑問のようだ。少し海を見ていただけです。ちょうどやるべきことを終えたので。はあ、そうか。それはお疲れ様だ。ありがとうございます。そちらは何してるんですか。俺も海を見てた。これから行く方向だからな。一緒に乗せてもらえませんかみたいな感じで船旅に出んのかな。どうやら東はまだまだ続くらしい。太平洋横断しないと。ほらエンディング。なんなの。なんなの。スキップします。もうさっきの巡りのまたねは。またコンティニューしてねってことか。引き返して先輩を探すと、道行く人に声をかけつつ先輩の行方を追うと、街中にいくつもの店を構えている大型チェーンのファミレスにたどり着いた。ああ、先輩、探しましたよ。東の海と京都。あれ、後輩くん、追いつくの随分遅かったっすね。余計なルートやったからね。いや、歩いてる人に聞きながら探してみたんですけど。
外を歩くには少し恥ずかしい制服っぽい何かを着てる規制を発するヤバい人を見てませんかって聞いたら、どの人も一発で分かってくれましたよ。ふふふ、うんうん。あまりにも完璧な成功を自慢すべく、先輩に向けてキランと親指を立てる。コスプレね、コスプレじゃないけども、あ、でも池袋って今どうなんだろう、メイドさんとかそういうなんかガールズバーっぽいような店員の呼び込みってまだあんのかな。あとはでも今コロナ時期だからどうなのかな、アコスタっていう土日にやってるね、よくやってる街中も使えるコスプレイベント、あ、でも範囲が限定されてるとか聞いたことあるな、サンシャイン周りの公園だけとか、前はねこの辺りとか来て、でそのままゲーセンとか入れたりもするから、そのコスプレの姿でゲーセン入ったり、あと友達がコスプレ姿のままここの間かな入ってくと、ジーンズメイトの前の地下のところにびっくりドンキーがあって、そこで飯を食ってる写メを友達が撮ってたな。コスプレ状態でよく食えるなと思った。